はい、えー。皆さん、こんにちは。えっと、では、今日は、今着マップオンザウェブっていう、えー、っと、時系列、時系図閲覧サイトについて、えっと、紹介していきます。で、これ、あの、埼玉大学の、えっと、谷先生っていう、すごく著名な GIS の研究者なんですけど、その方が、えっと、2013年から、もう、えー、かれこれ、7、8年ですかえー、ずっと、こう、こまめに、えー、っとですね、 更新をされていてい全国の今41地域について、えっと、明治以降の新旧の地形図っていうのが、え切り替えながら表示することができるようになっています。で、旧版の地形図も4000枚を超えていて、ま、ものすごい貴重なウェブサイトになってます。これを無料で閲覧できるっていうのはどれだけ谷先生、 できた方なんだろうと思います。じゃあ、早速なんですけど、使い方説明していきたいと思います。えー、では、まあ、せっかくなので、松山市行ってみましょうか。いつもですけどね。じゃあ、えー、っと、もうパッと出てきました。2画面でいきなり表示されてて、これあの、左側が1903年の旧版地形図で、右側は、 こちらにある通りで、今、地理院地図です。で、地理院地図以外も、えっと、表示することできます。例えば、授業で使った色別の標高図ですね、に変えることもできます。し、え陰影起伏図。これも授業で使いましたけど、このようなこともできます。それ以外にも、景観写真を見ることもできるので、え例えば、61年から64年の空中写真。 これアイコンのなんか見たことないですかね。で、こんな感じで、えっ、ー、と、2画面いろいろといじりながら、まあ、これだけでもすごいですよね。じゃあ、左側の方の地、地形図を、えっ、ー、と、年代別に変更することができます。例えば今1903年ですけど、このように。一瞬で28年から55年。で、66年から68年。で、85年。すごいですよね。1998年から99年。で、同じくま、あ地ーン地図って。 いう風うにできますね。1 9 0 3年にちょっと戻しておきます。では、えー、今から少し2画面表示にした時に他にどういうことができるかやってみたいと思います。左側の地図、今アイコン持ってくると指マークになってて右側見てもらったら、えっと、ちょっと黒っぽい円が出てますよね。これ同じ場所を表示してくれるんですよ。で、えっと、マウスクリックしながらこう動かしてみると、 と、連動して動いてくれるんですね。だから、どこに何があるか。例えば今拡大してみますね。拡大しても同じようになる。だから、こういうふうに、新旧の地形図を比較しながら、えっと、昔はこうだったのが今どうなってんだろうって言って、照らし合わせながら確認することができます。このスキルって、いつじゃあ皆さん、必要になってくるかっていうと、高校3年生の時に、受験で、共通テストを受けますよね。もう必ず出題されます。 で、えっと、この、ウェブ上でこういう活動をずっとしていると、まあ、得意になってきます。例えば図書館で、え、旧版の地形図取ってきて、コピーを取って、じゃあ、今の地形図取ってきて、コピー取ってって言って、その作業いらないんですね。だから、ウェブ上でできるって、ものすごく便利がいいです。例えば、このように、検索バーもあって、えっと、愛好学園って、ちょっと検索してみましょう。 私は位置情報を確認してくれて、すぐ飛んでいってくれます。で、今見たらわかりますけど、昔は学校なかったですね。1903年。で、28年、えー。まだありませんね。で、えー、66年から68年。ちょっと見てもらうとわかりやすいんですけど、昔何だったかって。これ私、えっと、来当初に、 えっと、日高先生から教えてもらったんですけど、まあ、一面の桃畑だったって聞いてます。果樹園のマークありますよね。で、詳しく判例知りたければ、こちらにありますので、判例表示してもらったら、えっと、この時代の地形図での判例はこんなんだよっていうのがわかるので、見てもらったらいいかと思います。じゃあ、えっと、いつ頃できたんでしょうか。85年見てみると、はい、もうできていますね。で、これ結構びっくりすると思うんですけど、あまり、周りのですね、 あの、道路の感じ変わってないんですよね。こんな感じで。正門の前直線道路ですし、まあ当然校舎の形もあんまり変わってない。体育館もですね、変わってなくて。ただ少し、金、えー、山5丁目あたりで、やっぱり印象違うのは、まあ新興住宅地化していってるんだなっていうのがわかりますよね。85年まだ住宅地がまばらだったのが、88年、99年にかけては、かなり増えてきてて、まあ2000、 年代入ってですね、こちらのチリーン地図では、最新のものではもうかなりの数になってるよ、みたいな、こういうふうな地域の変化っていうのも、え、くまなく追うことができます。はい。で、これ、今2画面表示ですけど、4画面に表示を切り替えることもできて、例えば右上のチリーン地図っていうのを、例えば、え、1928年に変えようか。 で、左上のところも、えっと、1903年に変えようかな。あ、こちらでしたね。すいません。1903年変えようか。大体一番左側に来る地図って、ここで表示設定になります。はい。で、三つ目はじゃあどうしようかっていうと、えー、っと、じゃあ66年変えてみようか。で、最新のものでもいいんですけど、まあ、85年にしようか。ってなると、まあ、地域の変化って追うことができるんですね。例えば松山市内のこの、 鉄道路線、えー、見てもらったらわかりますけど、こんな感じで、はい、なかった場所に鉄道が走るようになってるよ、みたいなことも追うことができます。結構あの、面白いので、どんどんいろんな地域見てもらったらいいかなと思います。ちょっと一画面表示に戻して、今1903年ですね。で、いくつかまだあるんですけど、例えば、このようにですね、 地図の不透明度っていうのを、えー、今100%不透明な状態ですね。これをちょっと例えば、授業ではまあ30から40%ぐらいによくするんですけど、40%にしておいて、こちらを、例えば、えー、地理院地図にすると、見てもらったら分かるんですけど、1903年の旧版の地図と地理院地図を全く同じように重ねて、 えー、見ることができますよ。すごくないですかまあ、ちょっと60%ぐらいにしてみると、あ、こんな感じで見えるんかって。若干の見づらさはあるんですけど、まあ、こういうこともできますよ。ということです。で、じゃあ次に、もうちょっと説明をすると、えー、重ねるチリインタイルっていうところがあります。こちらですね。じゃあこちら今ない状態なんですけど、チリインタイルで識別標高図、陰影起伏図、傾斜、 量図っていうのを重ねることができるので、重ねてみたいと思います。一瞬でですね。今これ20%なので、もうちょっと標高色濃くしたいなって。だったらこんな感じ。で、これですね。1903年の旧版の地形図の上に、えー、識別標高図を足している状態です。で、40%なので透けて見えていますよね。というので、地形図の投稿線の読み取りとか、 えー、にも役立つことができる。で、このように旧版の地形図にも対応しているんだというのがすごいですね。1928年。ちょっといじってみましょうか。こんな感じで。下がどんどん変わってきているの分かりますよね。こういう感じですで。識別標高図以外にもできるんで、最後じゃあ、陰影起伏図。これすごくないですかもうめちゃくちゃ分かりやすいですよね。こんな感じで。 しかも、休範の地形図なんですよ。もちろん、地理院地図にも重ねることができます。というような感じで、新旧の地形図の比較ができるだけじゃなくて、休範の地形図にこういうふうに重ねて、まあ、レイヤーですよね。を重ねていくことで、まあ、様々な特徴を読み取ることができるので、まあ、どん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 いじってみてください。えっと、こちらに地理院地図以外にもたくさんの レイヤーありますんで、いろいろといじってもらったらいいかなと思います。松山だけじゃなくて、いろんな地域についてもやっていただければ、あと2年経った時には、多分旧版の地形図と新版の地形図を比較するスキルって、めきめき上達していってるんだろうと思っています。混着マップについては以上です。